平安神宮寺大祭の法蓮法蓮は、屋根に法王の飾りのある天使の車を意味する言葉で、日本においては古くから天皇の正式な乗り物を意味するほか、現代では神社の祭りなどに使われる法王の飾りがある御輿を意味する。御輿は日本の神社の社殿を小型化した形であるのに対し、法蓮は台の上に4本の柱と屋根がある形になっており、 人が乗って移動する車という、元々の用途に適した形態をとっている。レンは、二人の妊婦が並んで引く車を表し、意味は、人の引く車、荷車、天使の乗る車など。つまり、レンの字だけなら、人が引く車全般、あるいは、天使が乗る車全般を指すことになる。法連という熟語は、車の中でも特に、法王の飾りのある天使の車を意味するほか、 千人の乗る車を意味する時もある。天皇の行幸など公的な外出では、法蓮が用いられ、私的な外出では屋根に草花を乗せた木械蓮用いられたとされているが、もともとは天皇の即位儀礼の際に限って法蓮が用いられていたと見られている。1868年7月、明治新政府は、江戸という地名を東京に変えて、東京府を開設し、その翌年、 1869年3月の東京行校において天皇は法蓮に乗って東京に移動していった。1891年に大日本帝国陸軍のこの衛兵が解消されて成立したこの衛師団は法連軍部と称して天皇や皇居の警備の役割などを果たした。ありがとうございます。